あらめさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、ワクワクペイペイで一瞬で行きたいお店が見つかる方法を知っておいて損はないキャンペーンの使い方ということで、今回はちょっとですね、サムネとタイトルがちょっと持ってるかもしれないんですけども、現在開催中のワクワクペイペイで、ちょっと役に立ちそうな機能をふと見つけたので、シェアしていこうと思います。もしかしたらこの機能をご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、その際はお手柔らかにお願いします。そもそもワクワクペイペイの対象店舗のお店を見つける際ってどんな感じに見つけてますでしょうか。一応ですね、公式ページで紹介されている方法だと、まあ、この画像のように近くのお店をタップして、そこからお店を見つけるという感じ。あとはまあグルメアプリのレティで探す感じですかね。まあこれはこれで結構便利なんですけども、ワクワクとマップに表示されているだけだと、マップから探すちょっとした手間が出てくるんですよね。まあそこでグルメアプリのレティを開くのもちょっと面倒かなというふうに個人的に思ってたんですけども、まあ僕としたら、例えばスーパーやラーメン屋さん、あとはカフェなど、ジャンル別にワクワクペイペイの対象であるお店をすぐに見つけたかったんですけども、それがなくてちょっと困ってたんですよね。そしてふとペイペイのアプリを操作してたら、そのジャンル別に探す方法がシンプルなんですけどあったんですよね。先ほどもお伝えしたように、すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、今からそのやり方をご説明します。めっちゃ簡単です。丸一番、まずはペイペイのアプリを開いて、いつものように近くのお店をタップして、そしたら、右側の虫眼鏡のマークをタップして、丸二番のお店の検索のバーが表示されます。で、丸三番、ここからが重要で、例えば、ラーメン屋さんがいいなと思ったら、ラーメンと入力して、その後にスペースを入れて、ここにワクワクと入れます。で、これで検索をかけると、丸四番、なんとですね、ラーメン屋さんでワクワクペイペイの対象のお店が出てくるんですよね。そして、それが対象かどうか、上から見ていきたいんですけども、まず、ピンクの星マークを見てほしいんですが、丸5番の一番上に表示されている新潟三宝亭というお店をタップしたらご覧の通りですね、上にお店のマークの上にワクワクと表示されていますね。で、試しにもう一つ下にあった緑の星マークのラーメンダンボというお店をタップしたら丸6番の画像なんですけども、ご覧の通りワクワクと表示されています。ちなみに他のジャンルとして同じ場所からカフェスペースワクワクで検索すると、先ほどと同様にワクワクペイペイ対象のカフェが表示されます。で、他にも現在開催中の、まあ、スーパーも同様にワクワクスペーススーパーで入力したり、あとは定食屋さん、うどん、そばなど、まあ、ご自身が行きたいジャンルのお店を入れた後にワクワクと入れたらほとんど出てくるんじゃないかなというふうに思います。一応ですね、まあ、注意点もありまして、まあ、二つなんですけども、行きたいお店のジャンルを入力した後に必ずスペースを入れる必要があるので、まあ、例えば、〇〇と入れた後にスペースを入れて、ワクワクと必ず入れてください。で、あとは場所によっては検索に引っかからないお店もあるかと思います。いやー、これをですね、先日見つけてちょっとテンション上がりましたね。まあ、このようなキャンペーンのいいところっていうのは、行っているお店がお得に利用できるということと、そしてまだ行ったことのないお店に行くいいきっかけを作ってくれるというところだと思っているので、まあ、ぜひですね、今回の検索方法を使えば、まあ、少しでもワクワクペイペイが楽しめるんじゃないでしょうか。ということで、まあ、そんなことで今回はワクワクペイペイのお店が一瞬で見つかる方法についてお伝えをさせていただきました。もしですね、この動画が少しでもお役に立ったなら、まあ、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。